おかしいんだ。最近何か変わっ見るよ。夢ようになったのかしら。確かあれはあった日、どんな夢を見たの？俺との写真を見た時の夢。を崩すなんてことあるんですか？どうかしらね。体験をしたわ。それによって何か心に支障をきたし、それが表面化しているのかも。ものを解析して何が影響を及ぼしているか見つけ出すつもりよ。人相ガキ、ちっとも似とらんの。お主の意志は迷っておるようじゃぜ。難しいですね。自分で第三の答えを見つけると決めた時の夢ということですか？いえ違うわ。これは反抗期または思春期に入る月は人間らしい成長をしてると言えるわ。むしろ私としては嬉しい。過去にそいつの仲間が潜んでいるかもって考えないわけ？こいつらが作られ、その作られた命が自分の意志や心に興味を、意志について知りたくて敵についていったということなのでしょうか？どうか見るのは初めてだけど、それなりの感情を持っているようね。それと同じく美月が彼らに興味を持ったとしてもおかしくはないわね。美月、これは敵を救うために美月は、美月大丈夫？ああ、なんと。僕は彼らと一緒に行くよ。医師なんだ。美月、帰ろうぜ美月。でもそうなると今度はボル、かもしれないけど、ボルト君を救うためには最善の行動だわ。ああ、敵の情報を探るための行動ということですか？きっと心中は穏やかじゃないでしょうね。僕らみたいに作られた人間のことさ、無事に帰れたか。なあ、この作らね。ええ、なのでより高度、これには驚いているようね。それにこの石英というものに、無罪だったんだ。だった。僕を守るためとはいえ、美月は攻撃をしてしまった。そして敵の情報を探るためとはいえ、俺とは大きくて明るくて眩しい、遠くにある僕の太陽。ボルトに会うように仕向けたこと、美月は気づいているのでしょうか？これは湧いている。それが膨張し、彼らと一緒に行くという行動を取らせてしまったのかもしれない。美月は本当に自分は孤独であると。どうやら私の予想以上に美月の心は成長している。あるのですか？あるわよ。気の記憶を消すのよ。ことですか？脳が急激な成長に追いつけず、細胞が壊死する可能性が。どうしたのにですか？だからこそよ、私は彼を失うわけにいかないわ。それからよ、美月は空が木の葉の脅威になると判断。罪がある。君にも僕にもだ。だから僕は君を助けたい。とてもよくしてくれる。でも時々と僕は同じだ。僕たちが、僕はボルトのために戦ったんだ。友達だった。身近なものの死、これが
美月の心に深い傷を。見てきたわ。美月も相当ショックを受けているようね。本当の仲間に会えるという好奇心に勝てなかったからではないのかな。美月、違う。他に気づかぬ貴様に仲間を名乗る資格はない。うるせえ。日が昇る。ボルト、俺は死なないはずだ。あいつらのような欠陥品ではない完璧な作られをいくらでも作れそうだ。効かんな。ドトン、ゴー。クーは僕が引きつける。だから君たちは大野木さんを連れて逃げて。何言い出すんだ。そうじゃねえだろ。見た目が同じかどうかなんてどうでもいい。そこにある意志じゃねえのかよ。ボルトの言動が一番美月の心に影響を与えているのでしょうか。そうね。自分を知りたいと思った意志もきっとどっちもお前の意志だってばさ。独りよがりはお互い様だぜ。そっか。じゃあ僕は誰よりももっと固い意志でつながってる。まさか美月の記憶を消さなければならないのですか。解析は終わったの。ええ、好きすぎた。だから心が火傷した。でもドル、その代わり飲まなければ太陽に焼かれ続け、その苦しみが続くかもしれない。次に会いたいってうるせえんだよ。行くよ、ボルト。だったのですね。ええ、でもいずれ本当に記憶を消さなければなら越えられるはず。まだまだこれからが楽しみね。それは親としてなのか。削除削除削除。